であの800年代の出来事っていうのはね富士山が噴火して淡路原溶岩台地作ったり、えー、関西だっては山崎断層が動いたり南海地震が起こったりね大変な時だった 大変な時だからあの祇園祭りもそこで生まれたわけですよね。うん、あの津波の後に。うん、で、それで、その時の、その時の官僚のトップは菅原道真なんですよ。はあ、うん。0 0年代の。うん、で、それが、あの、お役人のトップにいるわけですね。うん、で、彼は何をしたかというと、日本で初めて日本初期から全部編集して地震っていうカタログを日本で初めて作った人なんですよ。うん、菅原道真。うん、それぐらいね、日本中が地震、地震の 年代なんですよ。うん、で、それが千年ぶりにまたやってきたわけですね。その後静かになってて、鎌倉時代からだんだん賑やかになって、うん、今度また巨大地震が千年ぶりに起こった。うん、だから、菅原道真に負けてるわけですよ、今の官僚たちは。うん、あの、もう、原、ね、発を立地する段階において、うん、そういったことをちゃんと調べてる。そうなのみんな知ってる歴史でしょ。 ねえうん、だからね、それを分かっていて、それでその調査もいっぱいしてて、堆積物を掘ったりとかいろんなことをやってる人がいっぱいいるわけね。はい、で、みんな認識してるし、どうもその電力、原子力関係の技術者の人もそのことはよく知ってて、 本当に大丈夫かみたいな議論をしてるわけですね。で、それがだんだん分かってきた。僕はあの初めて原発に関わったわけ、うん、直接。そしたら、それでその中でそういう議論が行われながら、うん、さっき言った何かの力が働いて、うん、そこがこう、抑えられていくという、そういうドム仕組みらしいですね。そうします。その、地震学のですね、まあ、英知、うん、といいますか、その警告といいますか、 そういうものをこの現実の原発事故の防止、あるいはあの防災にこう行かせてなかったということですね、はい。明らかに行かしてない、はい、これがまああの今おっしゃった、なぜかというと一番ポイントだと思うんですけれども、うん。 この地震学会、学者の方からももっとこうアピールするというような余地はなかったんでしょうかいや、あったんでしょうね。あの、それは私はね、最近ようやく気がついてきたんだけど、あの、いろんな学会を、まあ、総長やってたからいろんな学問分野を幅広く見てたでしょはい。そうするとね、企業がね、金になる学会はね、みんな企業が来ててね、黙ってても発表した途端にその技術を売ってくださいって買いに来るわけですよ。うん、ははところがね、 企業が支出しなきゃいけない防災みたいな話の学会には誰も来ないわけね。うそうすると、やっぱり金のかかる学問の研究成果っていうのは、その発見した人がもっともっとその声を大きくして自分から説明に、大体いい毎日放送だってそうだと思うんだけど、こっちから言わなきゃなかなか取材してくれないわけ。<laughs> で、それで、そのお金になるような企業が儲けるような話だったらすぐニュースにもこう出ますしね。 そういう違いがあるんだということを最近やっと気がついてきて、やっぱり僕も、あの、地震学の成果というのはもっともっとね、こう積極的に言って回らないといけないと、そういう気がし,してきましたね。それで確かに言ってはいたん、委員も入ってたけど、結局はなんかあの、ある種の力が働いて、それがうまくこの日の目を見ないっていうことになってしまったというのが、日本の経済の、経済って言ったらいけないかもしれない、社会の仕組みであった。 そのやっぱりある種の力が本当、この,、ね、あの機会に徹底的にやっぱり日の目を見るところに出されて,、うん、らて明らかにな案内が出ですて、ね、そうですよ。ジャーナリストの人世界に、ね、ある種の力を働いて、やっぱりまずいでしょう。それを日本は一生懸命自由を守ってきてるわけですけど、<ー>そういうのが、ね、やっぱり大事なんですね。<ー>だからそれがどうもその原子力発電所っていう一つの社会、よく原子力村とかいろいろ言われるけれども。 そういう仕組みっていうのがそこに出来上がってきたっていうそこのところでしょうね一番見なきゃいけないの、えー、そうもう今回の検証では本当にそこのところを徹底的に叩き壊すということが必要な、うん 感じですね、いや、まあ、それ、叩き壊すのかどうかは、それは国民の皆さんがどうするかということで、私たちはそのための、あの、事実をきちんと明らかにして、しかもそれを分析して、で、こういうことがこれから大事なんだっていう、まあ、あの、リコメンで、韓国まで書いてですね、そして報告書を早く、きちんと出すという、まあ、のが仕事ですから。 えーまあ、そ,そ,その後どういうふうにそれを活用してくださるかというのは、今からまあ皆さん、考えといていいほしいなと思うんです、うん、あのちょっと大木さんにお伺いしたいんですけど、はい、例えば、まあ、近畿の場合であの、東海、東南海、南海地震が同時に発生したら、大きなあの揺れと津波が発生するという話がありますよね。はいはい で、今回の、その、原発の事故に関しては、その、津波の被害が、まあ、主であったというふうに伝わってますけど、揺れで、お結構大きな影響を受けてたってことはないんでしょうかいや、あの、影響はいろんな影響があるんですが、その、露心がどうなったかっていうのは、今、議論がなされてますけれども、それはまあ、あの、現地入れ、現場に入れないということもあるし、今まで私たちの事故調査の、まあ、いろいろヒアリングしたり、いろいろ考えた結果では、 どうもそこまで、あの、うん、はちゃんと働いたと、安全の仕掛けが働いたという認識なんですけどね。それはまあ分かりませんわね、どっちにしても。ただね、いろんなことが周辺で起こっているんですよ。例えば、あの、道路が一本しかなかった、その道路にが壊れて、しかもその、そこへ立ってた鉄柱がね、あの、えー、鉄塔が倒れて。 ふさがって、で、車って走れないし、電気は切れたという、そういう大問題があったわけでしょ。だから、あ地震に対する認識があった割には、その辺が甘いですね。道路一本しかないとね、うん、それでもそれ信じられん。うん、それから、例えばあの、第一原発の事務棟がね、天井が落ちたんですよね、地震で。だからもう、そう、本当にあの、30分津波が来るまでに時間あったんだけど、天井が落ちた事務棟では、 仕事にならんですよね。うん、そんなことない、まあ。なんでそんな原子力発電所ってそんな弱いのっていう。うん 私は正直にそういう印象なんですけど、うん、あのそれで免震塔というのを作っていたって言って今そこで仕事してますんでしょ、えー、で、えー、免震塔ってなんで作ったのって言ったらそれは大きな自信があるから作っおいたとそ,のそこで仕事できるように用意しておきましたっていうでしょ、うん、だけど、えー、そこいう認識だって初めからそこで仕事してればいいじゃないと思うん、うん、うですけ、ね、どうそういう非常に単純なところで私は理解しかねることがいっぱいあるんですね。 もともとは3 5ルあった高台をガンガン発破して削って4メートルまで削って作ったわけでしょ、ええ、そこから始まってるわけですから、ええ、でその時はまあしょうがなかったその津波は統計的にはそこにはなかったというかもしれないけどその後でいっぱいあるっていうことになったわけだから、うん、そんな低くしたのをねなんで電源の配電盤だけでもせ,っけせめて高いとこへ置いとかなかったのよっていう。うんうん そんんななな感じなんですね、えー、なんか美術ってなんかやっぱり100年も200年も伝わっていかないと本物にはならないのかなっていうのが素直な印象なんですけど。岡本さん大家さんちょっとあの番組の最後にちょっとまた時間がありますので、はい、またスタジオに、えー、いてください。 ラジオニュース、種まきジャーナル。では、大池さんに質問を続けていきたいと思いますけれどもですね。はい、もう時間がなくなっててはい、あの、ちょっとだけ残ってますので、できるだけたくさん答えていただきたい。<laughs> あの、メールが届いておりまして、ラジオネーム、時次郎さんという方なんですけれども、はい、お南海地震、東海地震は近い将来起こりますか原発は停止していれば大丈夫でしょうか 津波対策で高い塀を作っても、やけ石に水と思いますという質問なんですけ、ね、ど。近い将来というのは何をもって言っておられるかわかりませんが、私は2030年代。 の後半に起こると予測してます。はい、だからね、あの、すぐ起こると思わない方がいいですね。<ー>その前に活断層の方が怖いですから、そっちの方を気をつけていただいて、はい。原子力発電所というのは、これは、ちょっとあの、止めてればいいっていう、そういうあの、スイッチでオフっていうなもんじゃないので、えー、燃料棒がありますから、えー、水、あの、それがむき出しになったら大変なことになるんで、とにかくいつも怖いですよ。えー、でもそれはちゃんといつも優秀な人たちがきちんと安全、 を第一にして守っててっくれななきゃいけないけんでそうですね。はい、もう、まあ、あの、巨大地震はね、どうもあのな、昭和の南海地震小さかったんで、今度の南海地震はマグニチュード9になりそうっていうのが、これはあの、神戸にあるケーススーパーコンピューターの予測で、これからはっきりしてくると思います。マグニチュード9ということは、東日本大震災と同じ。うん、でもね、はい、スーパーコンピューターが世界一になったからね、あれも良かったですよ。それで、シミュレーションができるようになった。 正確な予想が、の予測の精度がもうすぐ上がります。うん、じゃ、これから私たち、から新しい成果のニュースを、いつも気をつけて聞いててほしい。<ー>取材もちゃんとしてほしい。はい。はい。で、それに対する備えもしっかりしないといけないということです、ねうん。備えてね、あんまり早くやりすぎると、腐りますからね。<ー>うまくその予測に合わせて、ちゃんとやらないといけないですね。わ<ー>、うん、かりました。大池さん、今日はどうもありがとうございました。い本当に。 忙しい番組でしたあいい。ありがとうございました。尾池和夫でした。